崎チャンネル。むちょ。さあ、ということで、今日も速報的にニュースが出たので、撮りたいと思います。これから野球教室です。はい。ということで、侍ジャパン選出状況ということでね、まあ今日の日刊スポーツの一面の紙面にも、出ておりましたけども、まあ発表済みの選手、そして、内定選手、そして濃厚選手っていうところをね、取材をもとにして、新聞市場で発表されてましたけども、まあ各社ね、ネット記事も含めて発表されてますけども、まあ正式発表じゃないですけども、現時点でその取材能力を信じて発表された選手をもとにですね、解説、していきたいと思います。現状ね、先行発表されたのは山本由伸、佐々木朗希、今永東郷、大谷ダルビッシュっていうところがね、ピッチャーで、キャッチャー回で牧、村上、源田、内野手で、外野が鈴木誠也、近藤っていうところがね、発表、済みになりますけども、まあ、これはね、栗山監督がポスターのためにとかって言ってますけど、まあ、これはね、やっぱりスポンサー営業関係っていうところが大きいでしょうね。これからやっぱり WBC を盛り上げていこうっていう時にですね、栗山監督の映像しか使えないってなると、なかなかね、正直寂しいところもありますから、その中でね、侍ジャパンに入った佐々木朗希、山本由伸、大谷、ダルビッシュっていうね、で、村上っていうところが映像にね、使ってね、いろんな各社、CM をね、売ってくれたり、ポスターを作ったり、街にね、そういう、ポスタービラとかっていうところがね、できれば日本中を含めてね、スポンサーさんも含めた、WBC を盛り上げるっていう効果もあるんで、このね、先行発表をしなきゃいけないのは、これはもうね、ビジネス的に考えたら責務っていうかね、まあ重要なことだと思いますけども、まあそれで発表されて、で、まあ報道によってね、内定選手っていうところで、中日高橋、で、巨人大勢、で、阪神湯浅、で、広島栗林、で、キャッチャーはヤクルト中村、で、内野は、西武山川、で、ヤクルト山田、で、阪神中野、で、外野はレッドソックスにね、メジャー挑戦する吉田正尚、で、ヌートバー、で、シュートっていうところがね、内定。で、濃厚じゃないのかっていうところのね、報道では、オリックス宮城、で、楽天松井裕樹、で、巨人、キャッチャー大城。で、内野手は巨人岡本っていうところがね、濃厚選手っていうところで、今現状発表されたのが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、投手12人、で、キャッチャー3人で15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27名。で、あとね、3名、30人っていうところで、で、キャッチャーは2人以上登録しなきゃいけないっていうね、ルールがあって、で、ピッチャーは14人以上登録しなきゃいけないっていうところで、今ピッチャーがね、12人っていうことを考えれば、あと二人はね、最低でもピッチャーを入れなきゃいけない。で、ここに大谷翔平が入ってる。で、大谷翔平がピッチャー登録なのか、野手登録なのかっていうね、ところもあるけども、まあ二刀流だからね、そんなことは関係ないっていうところで、もし大谷が投げないんであれば、あと三人ピッチャーがね、入るのかなっていうところもあるし、投げるんであればもう一人野手っていうところもあるのかなっていうところはありますけども、多分野手はほぼほぼこのね、今発表済み内定濃厚選手で、まあほぼ、まあ決定なんじゃないのかなっていうところはね、感じるんで、残り3名っていうところは、まあ投手が、入ってくるのかなっていうところをね、想定します。まあキャッチャーね、甲斐中村っていうところが視線上で、このね、3枚目が大城、これはね、いい判断だったと思います。まあ佐々木的には坂倉かなっていうのがいいかなっていうところはありましたけども、まあやっぱり現実的に考えても、やっぱ坂倉は去年1年間ね、キャッチャーをやってないっていうところでは、そのなんかあった時のキャッチャーっていうところで、まあ不安が残るっていうところもあるし、まあ本人もね、今年のシーズンに向けて、キャッチャーの練習っていうところを、やっぱり、急ピッチでね、仕上げていかなきゃいけないっていうところを考えれば、まあ、このね、人材的には坂倉っていうところが面白いなっていうところはありましたけども、現実的に考えるとね、やっぱりそこは不安残るっていうところで、で、まあ、もう一つのね、で、森がまあね、辞退っていうところを考えたら、この3枚目の大城っていうところは、まあ、適任じゃないのかなと。まあ、ね、最悪、ファーストとか野手もね、守れるっていうところもあるし、代打っていうところも使えることを考えればね、もし劣勢になった時に、回スタメンで行って、もう途中5回ぐらいから大城代打でね、とか、もし誰かが代打で出て、みたいなね、ところで中村が行って、で、最後中村のところにも誰か代打が行って、最後大城、みたいなね、で、もう延長入ったらもう大城のバッティングそのまま行かそう、みたいなね、感じでは、3枚目としてはかなり適任だと思いますね。で、次は内野手を見ていくのね、これ、まあ、レギュラーで考えると、もう、サード村上ね、で、ショート、源田。で、まあ、この感じでいくと、セカンド山田で、ファーストが牧なのか岡本なのかっていうね、ところで、まあ、ファーストがね、山川、岡本、牧っていうところの3枚をどう使うのか、あとはセカンドを山田にするのか、牧にするのかっていうところでね、まあ、佐々木的には前のところでね、菊池がいいんじゃないのかっていうところを、まあ、言いましたけども、誰を選んでも正解っていうね、最後は好みっていうね、よく言ってますけども、っていうところを考えると、まあ、代打は
まあ、山川は代打枠になるのかなっていうところがね、想定されますよね。あとはまあ、牧が出るのか、ファースト岡本なのかっていうね、もしくは、牧がセカンドでっていうところも考えますけど、まあそこはそこら辺のね、ランダムで。で、中田はもうユーティリティ的に、もうなんかあった時の、まあショートね、セカンド。で、まあ、最悪ね、サードも行かなきゃいけないけど、まあ岡本もサード守れるっていうところでね、まあ入館の、スーパーバックアップメンバーからのダイソーも含めたね、ところかなっていう最初はね、位置づけされて。で、まあ源田が調子上がらなかったら中野はね、スターティングラインナップっていうところも十分考えられるでしょう。で、外野をね、DH に大谷が絶対入るんでね、そこを考えると、レフト吉田、センターヌートバー、で、ライト鈴木誠也。こういった感じになって、まあ近藤が代打枠、で、周東がダイソーも含めた、まあ周東も内野ね、全部ポジション守れるんで、スーパーユーティリティープレイヤーっていうところではね、非常に大事になってくるところかなと。で、ヌートバーの出来次第では近藤っていうところがね、選択肢に入ってくるんじゃないのかなっていうところの、まあ、野手のね、布陣かなっていうところを思います。だからまあ、万が一、あと3人含めて、野手あと1人入れるってするならば、このメンバーを考えると、里崎的にはもうソフトバンクの牧原。あと1人加えるとしたら、牧原が一番適任かなと。まあ、内外野どこでも守れて、ユーティリティ性もあると、いうところで、いやまあ、スタートもいけるし、小技も効くし、まあ、いろんなところでは、まあ、スターティングラインナップはほぼほぼ決まってるんでね、ベンチから行く選手って考えると、まあ、周東と、同じようなキャラ被りになりますけども、あと一人入れるとしたら、牧原っていうところがね、非常にいい存在なのかなっていうところは、佐々木的には感じますね。で、続いてピッチャー、考えてくると、まあ、ピッチャーはですね、もうこう、スケジュールから見ていかなきゃいけないんですけども、スケジュールがね、3月9日から本戦始まって、で、中国、韓国、チェコ、オーストラリアっていうところがね、1リーグ、90、11、12と4連戦あるっていうことを考えれば、先発ピッチャーは必ず4人必要。で、65球が1リーグは球数制限になるんで、第2先発も、考えなきゃいけないんで、まあ、先発、そして第2先発っていうところをね、考えて、いかなきゃいけないっていうところを考えると、多分ね、このスケジュール的には、で、15、16日が、準決勝になるんですよね。だから、1位で突破するのか、2位で突破するのかによってスケジュールが変わりますけども、まあ、15、16が準々決勝っていうところがね、あるんで、まあ、ここを考えると、9日に、もう開幕戦に先発する投手が準々決勝に投げる。そして、まあ、10、11、12とありますけども、まあ、ここで投げる選手たちが、もし勝てば19日の準決勝を投げるっていうね、ところになってくるのかなっていうところを考えるとですね、9日、オープニングで、この中でね、まあ、先発4人候補といえば、もし大谷が投げれるんであれば、大谷、ダルビッシュ、山本、今永、この4人にね、なってくると思いますけども、仮に大谷が投げれないっていうところであれば、山本、ダルビッシュ、で、今永、そして、まあ、この布陣で考えると、佐々木朗希っていうね、ところが、やはり、リリーフからっていうよりは、そんなしたこともないからね、やっぱ頭から投げさすことが大事なのかなっていうふうに、感じますね。そう考えると、まあ、準々決勝で投げるっていうことを考えれば、オープニングゲームは、山本由伸かなと。9日ね、想定しますね。で、もし大谷が投げれない場合、10日の、韓国戦、ここにダルビッシュが、来るんじゃないのかと。11日、チェコ戦で佐々木朗希。で、オーストラリア戦に今永。もしくは、まあ、でもこれが、まあ、チェコ戦で佐々木朗希12、オーストラリア戦で今永かなっていう。で、19日、20日どっちかがね、準決勝っていうね、ところになりますから。このでダルビッシュを準決勝に投げさせて、で大谷が決勝だけだったら投げれてもいいよって言ったら、もう決勝大谷っていうね、っていうところが布陣なのかなと。でそうなればね、第2選抜っていうところでは、まあ、このね発表されてるメンバーだと、まあ、戸郷で高橋宏と宮城っていうところが第2選抜に入ってきて、まあ後ろで言うと、栗林が最後かな。栗林、湯浅、大勢、松井裕樹っていうところがね、もう7、8、9のね、勝利の方程式みたいな感じで行くのかなと。で、あとね、3人ピッチャーを加えなきゃいけないっていうところで、このメンバーを見た中でね、佐々木的にちょっと足りないのかなっていう思うところは、やっぱりね、この球数制限があることを考えたら、WBC で一番大事なのっていうのは、球数制限がイニング途中に来た場合、イニング途中から投げなきゃいけないピッチャーが出てくるんだよね。一人目まで、二人目までは投げれたけども、もしくは粘られて、この1イニング球数制限内でいけると思ったら、粘られたりランナー出ていけなくなって、イニングの途中で変わらなきゃいけないってなると、先発のピッチャーがイニングの途中から行くっていうのはなかなか難しいと思うんだよね。そう考えると、イニング途中からでもいける、
リリーフ専門投手っていうことを考えるとよ、やっぱりちょっと足りないのが左の、そのイニング途中からもいけるリリーフっていうね、ところがちょっと佐々木的には足りないかなっていうところを考えると、侍ジャパンね、オーストラリア戦あの強化試合にも選ばれてた広島森浦とかね、あとジャイアンツの、高梨っていうね、ところは非常に面白く、必要なんじゃないのかなと。左のねリリーバー的には、しかも高梨とかね変則だし、まあ森浦もね、サイドから来るんで、ワンポイントがねダメだっていうね、ところもあるんでね、あ、まあ左ピッチャーでも抑えなきゃいけないっていうところを考えるとよ、俺はもう超おすすめ選手いるんだよ、ヤクルトのね田口。俺田口いいね、大事だと思う。左でだって去年もね満塁の田口って言われるぐらい、満塁になったら出て行ってね、そっから抑えれてたって、頭から投げさせてやるよって思うけどもね、イニング途中でも、能力を発揮できる、しかもロングリリーフもできる、で右バッター左バッター関係なく抑えれる能力がある、そしてベンチに置いておくとかなりの、ムードメーカーになるっていうところをね考えると、俺はねこの中にね田口入れてほしいけど、まあ森浦、山梨、高梨っていう、だからこの中で2人ね選んでもいいかなっていうところもあるけどもね、そしてまあもう一人、まあここでまあ追加でおすすめ的なのを考えると、やっぱり変則投手もいるんで、青柳そして与座っていうところもね、どっちか一枚入れたいなっていうことを考えると、強化試合でもね選ばれてたんで、与座で、与座はねリリーフでもいけるし、ちょっと青柳はねオリンピックがちょっとマイナスイメージにねなってるかなっていう、まあそっからね月日は経ってるんでね、そんな心配ないよっていうところもあるけどもね、タイトルホルダーだしね。でもまあ与座の場合ね、リリーフとしてもね経験あるんで、リリーフでも使えるっていうところを考えるとね、与座っていうところもいいし、まあ左のね先発候補で言えば高橋奎二っていうところも上がると思うけども、あと3人って考えたら与座で高梨、田口っていうところはね佐々木的にはいいのかなと。まあもし前でとかとかになるとね、高橋奎二っていうところもあるんで、まあここはね大谷翔平が投げれるかどうかによっても大きく変わるかなっていうところはありますね。だから全体的にね、この報道されているメンバーでほぼ確定的になれば、あとプラス3人で、もし野手を入れるとしたら佐々木的には牧原がねいいかなっていうところもあるしね、投手的にはやっぱ田口はね絶対入れてほしいなっていうね思いはあるけども、まああとはね高梨森浦っていうところのね、イニング途中からでも使える左で、変則的なねリリーフもできる良さ、もしくは頭で考えるなら青柳で、左で大谷が投げるかどうかによって前の方で考えるなら高橋奎二で、もう一つね入れてほしいのは俺はオリックス宇田川だから、俺田口宇田川、この二人は、宇田川もね日本シリーズ二三塁から出て三振取ってフォーク落ちるボールあるよっていうね、強化試合には山崎総一郎選ばれてたけどね、まあ山崎総一郎か宇田川、このどっちか一人選んでほしいけど、俺は宇田川がおすすめかな。宇田川田口入れてほしいね、正直2イニング途中からもねいけるからね。でまあ高梨なのか与座、田口、与座、宇田川かなが佐々木はいいかなと思いますけども、皆さんどうですか。まあこれはね誰が選んでも正解なんだよ、好みだしね。でも誰が選ばれてもね代表選手だし素晴らしい選手であることは間違いないんでね、この布陣で世界一メンバーね取ってもらえるように頑張りたい、頑張ってもらいたいと思います。またね完全に確定したらね佐々木チャンネルで解説お伝えしたいと思いますので、今日はねこの辺でいきたいと思います。まずはね今日発表された、正式発表じゃないですけどね、新聞各社で報道されているネットニュースなどでね、発表済み内定そして濃厚選手を元にね佐々木が解説してみました。ということで今日も一日頑張っていきましょう。そして日本頑張れ世界一。